ラ・シャペル・イ・コール・デイ・コール・マレは、フランス、ペイド・ラ・ロワール地域県、ロワール・アトランティック県のコミューン。県におけるラ・シャペル・イ・コール・デイ・コール・マレの位置ら、シャペル・イ・コール・デイ・コール・マレは、ブリエール・シッチの北に位置し、サン・ナゼールの2 5トル北、ルドンの4 2トル南、南都の北西6 7トルの距離にある。周辺のコミューンは、ミシアク、エルビニャック、 サントレーヌ・ド・ブルターニュ、サンジョア・シャンである。1999年に INSEE がまとめた順位表によれば、ラ・シャペル・イコール・デイ・コール・マレは、都市圏に含まれる農村型コミューンで、サン・ナゼール都市圏の一部である。歴史カエル・ワン・バレリーによるブルターニュの地方区分では、ラ・シャペル・イコール・デイ・コール・マレは、伝統的にブリエール地方、歴史的には、ベーナンテに属する。 ブルトン語で地名はチャペル・アル・ゲウニオとなる。ガロ語ではラ・シャペル・デズ・マレスクとなる。フランス革命時代にはラ・レユニオンと改名させられていた。町は生活環境、衛生、医療の進歩を見る前に幾度かの死に頻する薬病流行にあった。1828年にはコレラが流行し、1870年の天然痘流行で69人が死に、 1871年には65人が死んだ。1871年7月2日、コミューン議会は、罹患者の出た家屋を、宗教活動家の責任で消毒することについて、多数決で是非を決めなければならなかった。ソースイコール1999年まで、LDH, イヘス・カシニー、2004年以降、INSEE 生コルネイユは、 251年から253年までローマ教皇であった人物である。彼は聖人であり、かつて水牛に命を救われたことがあったため、牛の守り主となり、すべての家畜を病から癒すと信じられていた。フランスの地方の数カ所では、病に関して、コルネイユの名が呼ばれる。1883年、ラ・シャペルイコールでコールマレとミシアックにまたがる地域に、 恐ろしい伝染病が蔓延し家畜が感染した。すぐに、敬虔なキリスト教徒である住民たちは、霊源らたかな聖コルネイユの鳥なしを思い出し、悲惨な状況はすぐに収まった。こうした大いなる信仰を持つ人々が懇願し、牛の世話をしたのである。毎年9月、聖コルネイユと聖コルネリへの厳粛な礼拝行進が行われた。祝福された木彫りの像は、 25頭から27頭の牛が引く腰にバラで飾られて乗せられ街中を練り歩いた。牛たちはそれぞれボルドー色のカバーや花で飾られていた。それはブリエール地方で最も色彩豊かな祭りだった。この礼拝行進には周囲の20の教区から順礼が集まった。家族経営の農場や家畜として飼われる牛が徐々に減少していったため、 1966年をもって礼拝更新は行われなくなった。ありがとうございます。